小木町議員の馬場隆です。9月の議会1日から始まります。ですね、一つちょっと気になることがあります。石丸山公園のトイレの補修、まあ浄化層が壊れている、なんか壁面がとか割れてるみたいなんです。その修理で130万、先決事項で使いましたので報告をしますっていうのがあるんですね。 この専決事項何かというと、まあ4年ぐらい前も結構この話しましたけど、もう本当危機的状況、まあなんか東日本大震災みたいなあの災害時であったりとか、まあそういった時を想定してですね、例えば議員さんが点数の半分も来れないとか、もう本当に1をやる時間がないぐらい緊急に予算が必要な時は、 首長が議会の承認を得ずに予算を使っていいですよっていう,う法律が地方自治法の179条にあるんです、えー。この3年間ぐらいはこの専決事項ってすごく多くてというのもまあコロナ関連で、まあ、国がですね結構補助金なんかを出す制度 が、結構決まってからすぐ施行される場が多くて、え、議会を通さずに、まあ、これはまあ国で決めてることだし、緊急事項なんでということで、えー、結構バンバン、あこの専決事項っていうのがあ、まあ乱発されたんですけど、今はね、平常時なんで、それ、そういうその議会を通さずに予算を使っていいのかっていうのが一点。と一つは、浄化書修理なので、多分、 あれあれ FRP っていう、まあ、ガラス素材に樹脂を塗って、まあ、軽いプラスチックみたいな強化プラスチックみたいなあのタンクなんですだからそこに、まあ、<coughs> 補修、まあ、亀裂のところを、まあ、塞いだっていう感じだと思うんですもともとこの修理が必要なぜそういうふうに割れてるのかっていうふうに聞いたところですね要はその周りから土が押されてると あと、電車が近いので、まあそういう振動などもあって、ちょっと壊れやすくなっているという、まあ研究結果だったんですね。これだったら、しっかりした強度が強いタンクに変えるべきだったんじゃないのかという意見。これは本当まっうな意見でして、あの、私、あの、ずっと、船の、でツアーに行く会社をパラオっていう国で23年間ぐらいやってました。 20人前後が乗る船をね、毎日観光客乗せて、1時間とか船走らせてですね、シュノーケーリングとかダイビングをやってもらってたんです。で、まあ、船をですね、やっぱり浅瀬とかによくぶつけるオペレーターさんとかもいて、その補修なんかをね、よくね、あの、忙しくない時期にやってました。ね。で、えー、気列が入ったところに、まさしく同じ、その、浄化素と同じタイプの、 FRP っていう素材を外側にから塗ったりとか、も外側だけじゃ弱いので、ね、外側と内側から、両側からですね、塗って補強したいと、そういったことをやってたんですけど、あの、この樹脂の性質上、同じ時期に乾いたものでないときちんとくっつかないっていう性質があるんですね。 なので、後で補強してしまっても、どうしても振動とか圧がかかった時に、結局その塗ったとこからパリッと剥げてしまうんです。ね。なので、この、まあ、電車とかの振動であったり、土が押されてっていう理由で割れてるので、結局これも同じことが私起きるんではないかというふうに思います。なので、今回、 130万使ったけど、まあ何ヶ月か、もしくは、まあ1長くても一年間、まあどれだけ振動が来てるのかにもよると思うんですけど、ぐらいしか持たないのではないかなと思って、いわゆるこう簡易トイレ、もともとなんかイベントをやるので、支給直したって話だったんですけど、簡易トイレでもその時置いとく、もしくはあの、 ちゃんとトイレあるんです、事務所のところに。公園のナインの事務所のところにあるんで、そこで別に、まあ多少並ばないかんですけど、大丈夫だったんじゃないかなとか、そういうのがね、まあ、えー、想像ができるわけです。まあ、この2点でね、ちょっと、あのー、すんなり、 オッケー、OK、していいものか,、まあ OK したかあの、反対したからといって、これ、あの自転車のヘルメットと一緒であの、そういう規則にはなってるけど、罰則もないし、こう強制力もない、いわゆるもうやったことに対して、後から覆すことはできないっていう状況なので、そこまでやるかっていう,いうこともあるんですけど、 やっぱりこれを認めてしまうとですね、もう何でもありになると思うんですね。議会いい通さなくていいじゃんと。議会通してなくていいんじゃん、いいんじゃんっていうことであれば、もう議員なんていらないっていう話になりますので、これはやっぱり許すまじべきことかなというふうに思うんですけども、皆さんどう思われますか今でも、選挙処分っていうのは結構乱発されてるとこ多いみたいなんです。なんで えーまあ、法律とか詳しい方に知ってみればちょっと問題にはなってますただ大げさにそれを言う、まあ、議員さん等もいないのでそんなに問題にはなってないんですけどというところですうん、まあ、9月1日一般質問、えー、本議会の方はその次の週からですかねになるんでそれまでにちょっと意見をもらえればというふうに思いますそれではまたバイバイ